はい。太陽光線を奪い合って喧嘩が始まっています。ええ。はい、半分ずつそこに座ってください。はい、よろしい。はい、これで仲良しです。そして日に当たって気持ちよさそうです。いいね、ちょうどここから1時間ぐらいは日が当たるかな。太陽が今が一番日差しが少ない頃だよね。ここから今2月初旬なので、ここからだんだん日照時間が増えてくるよ。我が家の場合は向かいにマンションがあるので、ちょっと削られてるけどね。はい、かわいい。ここが この寄り添い方がかわいい。ちょっと座布団の取り合いはしましたけど、今はおとなしく半分ずつ座っています。はい、あったかいね。おい、じゃんけん。はい、ポンちゃんも来た。今日の気温がちょっと予測がつかないので、ヒーターを持ってくるだけ持ってきました。そしたら、ここに集まってしまいました。まだ電源入れていません。天気予報のね、情報を見ると、12度まで上がるということなので、そんなに寒くないんだね、気温は。どうしようか。エアコンやめてこっちにしますか？弱かなんかで。あれ？ってなってる？ん？よいしょ。まだだってね、こっちでは日が当たっているので、ポンちゃん、太陽の光に当たるっていうのもあるんだよ。あれ？はい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 。じゃあちょっとエアコンを切ってこっちにしてみるか。はい。そうなんだよね。まあ、弱で。あれ？ ポンちゃん。なんだかよくわからない、君たち。ジャン君はヒーターよりもなでなで、あ、それか、しばらくあそこに座ってみたけど、あったかくならないから、あ、そっか。もうって言って戻ったってことだね。はい、猫が大好きなヒーター、弱の状態で今つけました。そのうち集まってくるでしょう。